プンタレナス大聖堂市内の浜辺に立つ、長蔵プンタレナスは、コスタリカのプンタレナス州にある都市。同州の州都、並びに、最大の都市である。いびつな形をしたプンタレナス州の大部分を占める、南部は、州都から遠い。人口は郊外を含めると10万人ほど。太平洋のビーチはサーファーをはじめ、多くの観光客を引きつける。北西にも、観光地のモンテベルデがある。 市内のカルデーラ港は国内切手の主要港である。プンタレナスとニコヤ半島を結ぶフェリー航路がある。植民地時代にビジャブルセラスとして知られたプンタレナスは1519年フアンポンセデレオンによって発見された。ニコヤ湾がコスタリカ内陸部の玄関口であるにもかかわらずプンタレナス港は高地でのコーヒー生産が 輸出可能な規模にまで拡大する1840年まで開発されなかった。1845年、コスタリカ国会はプンタレナスを免税校に指定した。コーヒーはもともと山岳地帯から牛車で運ばれていたが、1879年にエスパルサの町まで鉄道が開通した。1910年にはサンホセまで鉄道が全通し、輸送が始まった。 中央盆地と結ぶ鉄道のおかげで太平洋の運輸業は20世紀を通じてこの地域の要であり続けた。しかし港湾施設の老朽化、劣化とさらに大規模な船団を停泊させられる収容能力が求められたことから1980年代、プンタレナスの南に新しく港が建設された。プンタレナスはコスタリカ中央盆地よりも外して気温が高い。 最高気温は1年を通じて30度から35度の間で推移する。ありがとうございます。